イエス・スキリストの皆おめでとうございますおはようございますす今日はですね説教に入る前に、見事式の時を持ちたいと思います。ちょうど1年前、今日なんだよね、ちょうど1年前の今日土曜日だったと思いますけれども、平良き君と圭さんが結婚式をしまして、1年経ちまして、おめでとうございます。でね、今度はですね、えっと、シオン君、非常に名前に聖,聖書の聖聖なる聖ホーリーの聖に、音と書いて、シオン君と言いますね。 あのンおん君が生まれまして今日検事式をしたいということで、まあ、7歳がまで来てくださったのでね。嬉しく思います。けれども、えっと一言お祈りして明かしをしたいで、それからえ検事式あのお祈りをしたいと思います。天のお父様、検事士の時を持てることをありがとうございます。秋友君と k さんが皆様、本当にしおん君を神様に捧げ、神様にこの子の生涯を祝福するた,ためにお祈りします。けれども、どうぞこの式を単なる儀式ではなくて、本当に天の窓を開いて。 神の祝福をもって、その子孫が祝福される特別な時としてくださり、この子の生涯を通して神に食わされるように、この式のように、あなたの見ておいて、主がこの式を追って導いてくださいますようにいたします。ご本人にとってもご、ご両親にとっても、ご家族にとっても、教会にとっても祝福となりますように、主が豊かに導いてください。イエス様に何といたします。アメン。それでは、えっと、秋友君がですね。はい。で、あの、今日、秋友君が証をしたことなので。 えー、はい、よろしくお願いします。<laughs> 皆さん、おはようございます。 今日こうしてですね、えー、検事式結婚式をこの場で行わせていただいて、えー、また検事式もこの場所でですね、えー、行わせてける、えー、していただけることをですね神様にとても感謝していますまず最初にお祈りの時ですねして拍手をしていきたいというふうに思います愛する恵み控っての千奈川様皆お褒めでとうございただけます主御維新が今日こうして1年前結婚式を挙げたこの長崎教会で挙げてさせていただいた長崎教会で こうして再び堅持式が行われるこの恵みの絵にありがとうございます神様教習ご自身が持っておられる御心がなされさらにこの堅持式が豊かに祝福されていきますようにこの後の働きを担っていくものとして持ち上げていきますようお願いしますこの時を感謝します明かしを祝福してください感謝して知恵好きさとの命とにしますアめん。改めて皆さんでございます えっと本当、1年前、ですね、えー、長崎教会、伊沢木原窓口の詩、えー、式のもとにです、ね、式をしていただき、また、えー、教会の皆様方に、ですねさらなるご協力をしていただいて、ですね素晴らしい式が持たれたことを、本当に心から感謝しており、まあ、こうしてですね再び、えー、来ることができて、えー、ちょうど息子が生まれて2か月目になるんですけれども、今日3月28日、この日が結婚式の日。 行われた日で本当に神様の不思議な説理とですね、えー、愛をものすごく感じますそして、えー、この名前がシオンというんですけども、えー、このシオンという名前をつけるにあたって、えー、候補がいくつか名前の候補がいくつかあったんですけどもキアルボクシが筑波のカリスマ政界に来られた時に えー、確認したんですねあのこの名前を付けようと思うんですけどどうですか?」みたいな感じで、えー、確認しましたところあのあの予言でですね「二人で祈って、えー、こうあの求めなさいと」とそしたら神様が「御心」の名前を与えてくださるというふうに言われてその後すぐにですね「シオンという名前が渡られてそして、えー、まあ,あその名前が多分多分,多分御心だろうというふうにですね思っていて、えー、ちょうど 子供が1月の25日に帝王世界で,です、ね、生まれまして、えー、もうほ無事に祝福されて、えー、帽子ともにです、ね、守られて生まれて本当に神様に感謝してるんですけどもでえー、っと2月の11日父親のですね、えー、昇天しました、えー、父の誕生日が2月11日だったんですけどその日にですねたまたま本当にたまたま聖書を、あのー、開いて読んだら筑法のデボーションの 箇所が目視録の14章だったんですねでそれが、えー、ちょっとお読みしたいんですけども14章の一節にまた私は見た見よ子羊がシオンの山の上に立っていたまた子羊とともに14万4千人の人たちがいてその下には子羊の名と子羊の父の名とが記してあった。 この御言葉がです、ね、ものすごく、えー、語られまして、そしてまた不思議なことにですね、ね今日の長崎教会の朝のデボーション箇所も、た <laughs> いや本当に、えー、シオンという名前は神様が与えてくださった名前だなという、本当に,本当に、えー、心から、えー、感謝します。で、私も、えー、っと妻もですね、一度、ご存じの方もおられるかと思いますけれども、えー、結婚に失敗しておりましてで、まあ、二人とも息子がいたんですね。でその いろいろ理由があって妻の方は DV だとかこの、えー、とお金を入れてくれないとかいろんな問題があってまた自分の方も望んだわけではなく、まあ、一方的にこう離婚という形になって、まあ、目に入れても痛くない本当自分の,、えーとこのえー、と命に変えてでもそのあの守りたいと思う大切な男の子がいたわけなんですけども、まあ、結局手放さなくてはいけなくなってしまいで二人とも本当に心に傷がこうあったんですけども。 今回ですね男の子を神様が与えてくださってでまず、あ、この男の子を通してですね本当に心の傷が今もう本当に完全に癒された二人ともですね完全に癒されたなという本当に神様の愛がですね非常に深くこう流されていますで今日ですね本当に堅持式が行われることに心から神様に感謝しています、えー、っとそうですねはい、えー。そういうことで、えー、よろしくお願いしますそれではお祈りさせていただきます めぐ、えー、みひかいての千中様皆をお願いいたます、えー、今日のこの証の時はありがとうございます主婦人が、えー、この後働きを導いてくださいますからありがとうございます感謝して支援福祉様の皆によってお祈りいたしますはメンお願いいたしますはいじゃ2人来ていただいてお祈りしたいと思いますけれどもと今日目標十四章だったんだよね長崎 びっくりしません、で <laughs> きす,すぎてますね。今日はパームサンデーなんですね。白の日曜日。樹南週ですね。7歳生までは特別な1週間なんですけど、えーまあ、すごいな、神様ってことを、どうぞ、こっちに来てくださって。はい。ありがとうございます。二ヶ所聖書を見ますね。えっと、二、えっと、ヶ所聖書を読んで、それからお祈りします。最初にルカの福音書の、えっと、二章のところですね。えっと節、こちらで読みしますね。ルカの福音書二章二十節ン さて、モーセの立法による彼らの興味の期間が満ちたとき、両親は幼子を主に下げるためにエルサレムへ連れて行った。それは主の立法に母の体を開く男子の囲後は全て主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。また主の立法にアブト一つがい、またはイエバトの避難にはとさめないところに従って犠牲を下げるためであった。そして、マッタイの福音書の19章の13節。その時イエスに手を置いていただくために子供たちが連れてこられた。ところが弟子たちは彼らを叱った。 しかしイエスは言われた子供たちを許したいなさい邪魔をしないで私のところに来させなさい天の御国はこのような者たちの国なのですそして手を彼らの上に置いてからそこを去っていかれたお祈りをしたいというふうに思いますけれども最初にね秋友くん一言祈ってくださってでその後 K さんも一言祈ってくださって私最後にあ一言最初に私祈るから秋友くん祈ってくださって圭さん祈ってくださってもう一遍最後に私をお祈りします皆さん心を合わせてお祈りください天の父様今日 秋友君と K さんが結婚して1年たったこの日にあなたが2人に与えてくださったシオン君を神様の音に捧げそして神様にこのその生涯を祝福していくために来られましたあなたはそのことを誰よりも喜んでおられることをごいます天国にいるお父さんを本当に喜んでいると思いますどうです様、ま、これから祈りますが聖霊がお父さんの亡き友君にお母さんの K さんにお祈りを導き またこの島への命に祈りを導いてくださって天に届き主に応えられるイエス様がこの子のために祈ってくださっている祈りを与えてくださいますようにそしてこの子の生涯が神の音の中では一切なくから守られてこの場の時代を生きるための上からの知恵と知識と精霊の恵みによって明かされていくようにどみぞ導いてくださることをお願いいたします。はじめにイエス・キリストの名によってお祈りいたします。アメン 恵み控えてのおかげさま皆お目にかかります。 主ご自身が今日こうして1年前結婚式をしていただきました那須教会に献事式として今日導いてくださり不思議な説理で招いてくださ、導いてくださいましたことをありがとうございますえ主が与えてくださいましたこの息子シオンに主が持っておられる御心がこの後なされていくことを覚えてありがとうございます主様今日献事式が行われるこの恵みをありがとうございます主様 本当に、えー、主が語ってくださった御言葉一つ一つがことごとく成てでき、またこの式から、えー、この子供の人生が、えー、始まっていきますようお願いします。天の神様、えーえー、結婚式をここで挙げれて、えー、その同じ日に、えー、検事式を今日を迎えられたことをありがとうございます。心から感謝しております。 <laughs> お願いします天の父様ありがとうございます。イエス様この子の天障害に神の手を置き続けてください。一切のくから守ってください。心も体も霊もすべてのから守ってください。イエス様が防家庭となりイエス様この場合の時代、アフがはびこる時代に一切のから守り神様の特別な恵みの中でこの子を神の霊で満たし神の愛と知恵で満たし。 ただ守るだけではなく、悪に立ち向かっていく上からの力と愛を添えてくださって、この場合の時代に神様の愛を述べ伝えていく神の器として力強く用いてくださることをお願いいたします。とて様、またお父さんの秋友君に神様の愛と知恵を与え、お母さんの慶さんに神様からの愛と恵みを与えてくださって、この子を育てるにあたっていろんなことがあると思いますが、その中で逆に主の愛と恵みと、 その助けを溢れるほど抜けていくことができるようにどう祝福してくださり育児を祝福してくださいますようにこの子を通してたくさんの神様の愛と真実を見ることができるようにどうでも注意してくださいもうすでに今でも二人にとってもご家族にとっても教会にとっても祝福ですがその祝福を増し加えてくださって父としての祝福母としての祝福そしておばあちゃんおじいちゃんとしての祝福そして教会の祝福を増し加えてくださいますようにお願いいたします エス様イエス・キリストの皆によって平良志音君を祝福いたします。この子の全生涯に神の手が置かれたことを宣言いたします。神様はこの子を通してこの終の時代、神の栄光を表してくださり、主の祝福の源として用いてくださることを宣言いたします。あなたを受け取ってくださいました。あなたが責任を持って生涯を祝福したさることを感謝します。エス様のお名前によって、お父さん、お母さん、そして天にいるお父さんも含めて、 教会の一人とも合わせて心からお祈りいたしますアメンおめでとうございます本当 <laughs>、えー、にあの嬉しく思いますご本人がね正直に言りましたけれどもまあいろんなことがあったんですけれどもお二人ともいろんな意味でいたんだところあったんですけれども本当に神様はそのすべてを駅にして祝福してくださる本当に大きな方だなと思いましたね すみませんね。どうしてもその天国によるお父さんのことを思うと涙をこらえられないんですよね。本当に喜んでると思います。本当に感謝したいと思いますね。もう一度神様に感謝をしましょう。はい、どうもありがとうございました。あ、そうか。えー、もう司会を読んでくださったんですね。<laughs>